南ャモンジャゴケは、苔植物の一種。植物体は高さ1センチメートル程度。二列する棒状の葉を持つ。増乱器は保護器官を持たず、茎の上部に自流する。増生器を持つ植物は見つかっておらず、私有一種と考えられる。南ャモンジャゴケは、様々な点で原始的な特徴を持ち、特に放肆体がなく、他の苔植物に類を見ない特徴的な配偶体を、 持つことから、分類は当初混乱した。葉が棒状で、増乱期に保護器官を持たないという特徴は、他の苔植物に類を見ない特徴である一方、無知枝状の枝を持ち、花根を持たないという特徴は、苔類の小町合ケ目に似ていることから、当初は苔類の一種と考えられた。一方で幼女が螺旋状であることや、増乱期の形細胞が6列という特徴から、 仙類に含まれるのではないかという意見もあった。南蛇もんじゃゴケは1951年、名古屋大学の高木の夫が長野県五竜岳で初めて採集した。同種の植物は1952年に楽器だけでも見つかった。高木はこの植物を苔類の一種と考え、苔類の専門家である服部信介に意見を求めた。当時、放肆体や 生殖器官が発見されていなかったため、どの植物群に分類されるのかわからなかったが、1958年に、とりあえずこの植物は、苔植物の苔類の新種、ナンジャモンジャゴケとして発表され、一族一種からなるナンジャモンジャゴケ目、ナンジャモンジャゴケ科が提案された。同年、ナンジャモンジャゴケの染色体が4本であることが確認され、船体類の中でも最も少ない。 染色体数だということも確認された。さらに北米でも同種の生育が確認され、増卵器をつけた植物が見つかり、ナンジャモンジャゴケが苔植物であることは確実となった。1963年ヒマラヤの苔類を調べていたリクレフグロレは、ウィリアム・ミッテンが1861年に苔類として新種記載していた。 レピダナセラトフィラミットが、ナンジャモンジャゴケ族の種であることに気づき、同種の名称を、ヒマラヤナンジャモンジャゴケと改めた。ナンジャモンジャゴケの分類学的位置には、様々な意見があったが、1989年、ヒマラヤナンジャモンジャゴケの造成期が発見され、翌年放子体が発見されたことでその形態から、ナンジャモンジャゴケ族は、仙類であることが、確定的になった。 ただし、有植物、胞子体が未発見であり、発生の過程や系統が不明など、未だ未解明の部分が多い。俗名の高木屋は、発見者である高木則りおにちなんで付けられた。ヒマラやボルネオ、北米西部、日本を含む東アジアに分布。日本では、北海道や栃木県、長野県、富山県、岐阜県などに分布する。ありがとうございます。